私あの東村山という町から、やってきました、松川修太と申します。サンタクロースではございません。すごいね、クリスマス状態なのにちょっと初め沖縄の楽器を持ってきたんで、ちょっと沖縄の歌からやっていきたいなと思うんですけど。さあ君はの中の岩の花か、さあここでさあゆーって言うんですけど、皆さん知ってますね。もう何とかやらせてもらってるんで、みんな分かるようになったのかな。はい、その感じもあります。じゃあもう一度さあゆーが、せーの、さあゆー連れて帰ればやれ、おり引き止め、また会いぬつんだらかむ。 OK。そう、ここもそうです。またハーリネ積んだらカルシャマよとね、言っていきます。これもう1番、2番、3番、4番歌詞があっても、ここだけはずっと同じなのでね、ぜひこのさあゆいゆいとまたハーリネ積んだらカルシャマよね、ぜひ一緒に歌ってみてください。じゃあまたハーリネ歌いましょうか。せーの、またハーリネ積んだらカルシャマよ、さあひまりが丘もよいと一度問います、何度も来ますよ。今日はクリスマスイベント、みんなで盛り上がって楽しみましょうね。また会える、できそうなやつをね、取っていきたいなと思います。できましたね。できましたね。あと、もう、あともうちょっとね。で、最後、おじいち、またビールを泳がして、おじいちまんのオリオンビールって飲むことができますね。これ、2回言うので、ね、2回目は、ジョッキよりももっと大きいお酒が欲しいので、ピッチャーになるので、両手に行っちゃうんですね。両手で、おじいちまんのオリオンビールっていう感じで、はい、両手、2周目は両手になりますね。片手で飲んだ後は次もっとくれっていうお昼になりますね。じゃあここまで行きましょう。これで終わりですね。これで終わりです。ワン覚えやすい。じゃあ行きましょう。ワン、ツー、スリー。三つ星かざしてたっかだっかと、ビールに託したうちなの、湯で飲むから美味しいさ、おじい自慢のオリオンビール、おじい自慢のオリオンビールっていう感じでございます。大丈夫でしょうか。はい、三つ星かざしてはったらっかと、ビールに託したうちなの、湯で飲むから美味しいさ、おじい自慢のオリオンビール、楽器をね、持ち替えますね。春が来た、春が来た、知らないですか。知ってますよね。あれね、そうなんです。そうですか。やっぱもうみんなが知ってる曲の方がね、やっぱいいでしょうと思って。はい。前来た時も多分やってるんですよね。それがなんか、あ、結構みんな知ってる感じだなと思ったんで、今日もちょっと。やろうかなと思ったんですけど、いかんせん冬が来るんだと思って何とかなんとかという感じで来ましたね。ワン、ツー、スリー。
間違えましたね。いいですね。ワン、ツー、スリー。冬が来た、冬が来た、ここに。
ジングルベル、じゃあ行きましょう、ね、陽気な感じで。じゃあジングルベルいきます。トイレ行く。